はい、体壁ハイライト第43回をお送りしたいと思います。今回から7回にかけては、牧野第13、14のところをお伝えしたいと思います。前回は大塔宮が、後醍醐天皇の命で、捕らえられて、鎌倉の足利忠義の監督下で土牢に閉じ込められたというところまでだったかと思います。このことについて後醍醐天皇はちゃんと分かってたのかという問題提起が牧野第13の冒頭でされるんですが、いや多分分かってないだろうという流れになるんですね。それというのは、後醍醐天皇が、倒幕前と打って変わって、まずその政政治をされない、毎日のようにお遊びと、宴を催していると。で、あとその、ババ殿を作って、カブやケマリ、そしてキューバの名人たちを集めて、まあそういったものの、こう、うまいものが、まあ後醍醐天皇のおそば近くに、いつもいるようになって、ちやほやして、まあ、出世を遂げていると。そういう状態であったと。で、これ実はデジャブ感がありまして、先に、大塔宮ですね。打倒高氏に燃えた大塔宮が、征夷大将軍をもらって、まあ、太平記の語り手からすれば、その、日本中が頼りにする人として身を慎んで、将軍の位を尊重なさるべきであったのに、まあ、自分の、心のままに贅沢三昧、世の非難も顧みず、みだらな楽しみにふけって、不正をされたと。で、その部下たちが、まあ、一般の人々にも害を及ぼすようなことをした。まあ、そうしたことで、また高氏も、その部下たちを処罰したとかいう流れになっていたわけです。まあ、太平記の語り手筆者ははっきり述べませんし、まあ私も言うのはばかられるんですけれども、やっぱ親子だなというのをちょっと感じないではいられないです。はい。そこで、佐々木円谷判官高貞が、龍目とされる春目を送るという、献上するということが起きます。で、このことについては、別の動画、太平記史実と創作の間で詳しく述べているので、なるべくこちらと重ならないようにしたいと思いますので、詳細を知りたいという方はそちら聞いていただきたいんですが、まあ、おとり巻き軍団は、その馬が立派で、まあまあ、ちやほやしまして、またちやほやして、後醍醐天皇に対して、まあ、こういう馬が、献上されたというのは、きっと良いことが起こる兆しだということを伝えたんですね。そこに、マデノコウジ、藤房が登場します。まあ、藤房は何度もこの動画でも、登場しているので、覚えておいでかと思うんですが、笠木城が陥落した時に、農民の姿をした後醍醐天皇を、まあ、捕らえられるまで、一緒に弟の、末房と、末房も亡くなっちゃってますけれども、付き従って、いたという人です。まあ、謹慎中の謹慎ですね。で、その彼は、これは、協調、悪いことが起こる、兆しだということを言います。それは、理由をいくつか述べているんです。で、まず、そもそもにおいて、元よりけやけき者はこれ肥大にして、ただ、君の心をとらかすときには害をなす。要するに、珍奇なものは必ずしも優れたものではなく、ただ、君子の心をとろかすときに害をなすって、もう昔から言われてますよって。で、まあ、現状を見るに、今、政治が正しく行われてないから、この馬がやってきたんだと。まあ、いくつかポイントを挙げて、還元、諌める言葉を
後醍醐天皇とそのちやほや君たちに伝えてるんですね。まず一つ目としては、元寇の大乱後、倒幕の戦いの後、人民は疲弊して、天下はまだ平穏でないのに、新しい代理の造営であるとか、そういったことをして、さらにこう、宴三昧、遊興三昧ですよね、と。為政者は周公、かつての中国の周公がしたように、食事中でも、その口の中の食べているものを吐き出して、会ってその訴えに耳を傾けるべきだと。で、臣下たちは、君主の間違いをいさめる上奏文を立てまつって、その誤りを正さなきゃいけないと。なのに、このざまですよね、と。で、二つ目、その記録上雑書決断書に集まった、土地の訴訟の人々の数が日に減ってるのは、これは前世を敷いてるからではなく、もう、言っても仕方ないな、と思ってるからですよ、と。ね、特に武士という、武士の、人たちが、武士が、天皇にお力を貸したという、力を貸したというのは、この後、子孫まで、恩賞を、こう、保証してほしい、土地を保証してほしいとか、そういったことがあったからだと。なのに、そうでないですよね、と。みんなこの不正な政治を見て、国に帰ってますよ、と。で、この人たちがどうするかと言ったら、後々、武士で、武家で束ねる人たちが出てきたら反乱を起こすでしょうと。恩賞が、その功に当たるとき、忠ある者は進み、罰その罰に当たるときんば、都がある者は退くって、従来から言われてますと。恩賞が功績にふさわしいかどうかもう一度考えてみてくださいと。刑罰についても一緒なんですけど、特にその今回の、戦いで、トップに立つのは、足利尊氏、新田義貞、楠木正成、赤松延伸、名は長利であるのは間違いないのに、なぜ赤松延伸だけが、わずか、一箇所の本領安堵で、守護職まで、解任させられたのかっていうのは、わからないということを述べてるんですね。で、もう、慈しみ深い政治を行ってくださいと、申し上げたんですね、藤房は。ところが、もう、後醍醐天皇は顔色変えて、もうその日の、主演は中止。で、その後も、その還元を聞いたかっていうと、大代理の造営は続くし、宴会も続いたと。で、藤房は、もうここが、引退時だと。自分は十分、やることはやったということを決心するんですね。で、この後その岩清水の漁港があったんですが、藤房はそこに、大変立派な、格好で、もうこれを最後だと決めて、臨み、後醍醐天皇に、いとまを申し上げて、還元というのは、こういうあり方が昔からあったんですよということをお伝えして、出家を決心したんですね。で、その出家に関しても、もう誰に言うともなく、自分で決めてたので、北岩倉の縁のある僧侶にお願いして、お引き止めはしたんだけれども、もうすぐに立ち去っていったと。父の信房がそれを知って、その慌ててその手紙を送ったら、もう戻らないということも歌に託したと。で、慌ててその、僧侶を訪ねて行ったら、もう出て行った後だった。諸国を暗夜することが望みだと言って立ってかれたということを、その僧侶は、出家を導いた僧侶は述べたわけです。試しなき発心かなということで、太平記の語り手も評価しています。そんなことも起きる中、人々は、ますますその、
この兼務の神聖というのが危ういものになったということを感じています。